皆様、今日も秀久模型紹介をご利用いただきましてありがとうございます。今回の動画は加藤さんから発表がありました発売予定日について秀久の目線で紹介いたします。今回はポスター3枚分の発表がありました。本動画では1回にまとめて紹介いたします。まずはこちらから273系ヤクモ号です。ハクビ船特急ヤクモ号に使用されてきた381系の置き換え用として制御付き自然振り子方式を採用した273系が登場し、2024年4月より特急ヤクモ号として運用を開始しました。4両編成11本、計44両が近畿車両さんで製造され、外装色はウコン色、黄金色、赤銅色などを取り入れたヤクモブロンズを基調とし、大山の朝日や宍道湖の夕日といった沿線の風景を表現した塗装となっております。模型は両端の先頭車が貫通構造の4両編成のセット、出雲市寄りの先頭車クモロハ272が非貫通構造の4両編成セットと、岡山寄りの先頭車クモハ273が非貫通構造の編成を合わせた特別企画品の8両セットがラインナップしております。5塗装合車両所出雲支所所属の Y2 編成4両セットと Y7Y8 編成8両セットを製品化。特徴的なヤクモブロンズの車体塗色と窓周りのアイボリーブラウンの屋根周りスカートを再現、2編成並結の再現が可能な前面扉開パーツを付属、4両セットは1個、8両セットは2個付属されます。4両セットはベストセレクションパッケージ、8両セットは特製パッケージとなっております。4両セットは両端の先頭車が貫通扉を装備している編成、8両セットは両端の先頭車が貫通扉非装備の編成がプロトタイプとなります。エンド表記、保安装置表記 PS、 ドアコック表記を印刷で表現、各所ともフックなしのボディマウント密連型カプラーを採用、スロットレスモーター採用でスムーズかつ静粛な走行性を実現、実車同様の曲線通過時に内側への車体傾斜を再現する加藤さん独自の車体振り子機構を搭載、 DCC フレンドリー対応となっております。こちらのモデルは10-1999273系ヤクモ4両セット、10-2000特別企画品273系ヤクモ8両セット、そして273系ヤクモ号のサウンドカードがラインナップしております。22-243-5サウンドカード273系ヤクモ、2025年3月の発売予定です。次は227系500番台うららです。岡山塾の新型電車として227系500番台が登場しました。2両編成と3両編成が在籍し、山陽本線、伯備線、宇野線などで活躍しております。塗装は芳穏の彩りをコンセプトとして、岡山ビンゴの豊かで穏やかな気候風土を表現したイメージとなっており、岡山の桃、福山のバラ、尾道の桜といった沿線を象徴するピンク色がシンボルカラーとしてあしらわれております。模型は3両編成セットと2両編成セットがラインナップしており、実車同様の7両編成まで組成できます。下関総合車両所岡山電車支所所属で、川崎車両製の L17 編成3両セットと R12 編成2両セットを製品化。ピンク色を基調とした外観、グラデーションのかかった帯を美しく再現、信号円管のない先頭車の屋根を表現、平井機は近年見られる形状のものを再現、また従来の227系と形状が異なる電動圧縮機を再現、3両セットはホーム状況確認カメラが設置された状態、2両セットはホーム状況監視確認カメラを装備していない形態が再現されます。転落防止ホロを別パーツで再現、外観重視の先頭車用と並結時用の2種類を用意されます。スロットレスモーター採用でさらにスムースかつ静粛な走行性を実現、
3両セットはトラクションタイヤあり、2両セットはトラクションタイヤなしで設定。2両セットには原地板組み込み済み。ヘッド、テールライト、点灯、消灯スイッチ付き。ヘッドライトは白色 LED、フォグライトはオレンジ色で再現。連結部はいずれもボディマウントミス連、フックなしを適用。先頭車、先頭部カプラーに取り付け可能な電連2段が付属されます。前面行き先表示取り付け済み、交換用に印刷済み2種と無地が付属されます。DCC フレンドリー対応となります。こちらのモデルは10-1907、227系500番台うらら3両セット、10-1908同2両セット、2025年3月の発売予定です。次は西武鉄道4万系です。西武鉄道4万系は初代スマイルトレイン3万系の後継として2017年より営業を開始しました。万代区分はロングシートとクロスシートを転換可能なデュアルシートを搭載した0番台とロングシートの50番台とが在籍しております。0番台は10両編成6本60両が在籍し、有料座席指定制列車池袋線系統の S トレイン、新宿線系統の拝島ライナーに充当されるほか、一般列車にも充当されます。50番台は10両編成14本140両が在籍しております。模型は0番台が基本4両セット、増結 A4 両セット、増結 B2 両セットがラインナップしております。地下鉄直通列車の運用にも使用されるロングクロスシート転換仕様の4105編成を製品化。優しい曲線を描く前頭部やすっきりとしたアルミの車体形状、カラフルなカラーリングをリアルに再現。ロングクロスの転換のシートはクロスシートの形態として1から9号車は飯能向き、10号車は池袋向きで設定。またパートナーゾーンも再現。先頭車屋根上に増設されたデジタル無線アンテナ、IR アンテナが撤去された中間車、4405の形態を再現。スロットレスモーターの採用でスムースかつ静粛な走行性を実現。中間連結部は各車ともフックなしのボディマウント密連型カプラーを採用。先頭部はダミーカプラーを採用。ヘッド、テールライト、前面行き先表示、点灯、白色 LED 採用。前面表示は 74M S トレイン元町中華街行きを取り付け済み。交換用前面表示として S トレイン西武秩父行き、拝島ライナー拝島行き、無地を付属。側面表示は黒色印刷、行き先表示シール付属。増結セット A のブックケースに基本セット、増結セット B の車両を収納可能となります。こちらのモデルは10-2019西武鉄道4万系基本セット4両、10-2020同増結セット A4 両、10-2021同増結セット B2 両、2025年4月の発売予定です。続いて50番台は特徴的なデザインのバケットシートが連続して並ぶ車内や形状の異なるヘッドラジオなどが再現されて、6両基本セットと4両増結セットでそれぞれ10両編成を組成できます。ロングシート仕様の50番台4151編成を製品化。曲線的なデザインの背もたれが特徴のロングシートの車内を再現。アンテナが2基搭載された先頭車屋根、0番台から形状が変更されたヘッドライトを再現。前面側面表示横の LONG 表記、全車に配置された車椅子ベビーカーマークを印刷で再現。中間連結部は各車ともフックなしのボディマウント密連型カプラーを採用。先頭部はダミーカプラーを採用。ヘッド、テールライト、点灯、白色 LED 採用。スロットレスモーター採用でスムースかつ静粛な走行性を実現。前面表示は 20M 準急小手差し行きを取り付け済み。交換用前面表示として急行池袋行き、各駅停車新木場行き、無地を付属。側面表示は黒色印刷、行き先表示シール付属、DCC フレンドリー対応となっております。こちらのモデルは10-1961西武鉄道4万系50番台6両基本セット、10-1962同4両増結セット、2025年4月の発売予定です。続いては夜行鈍行唐松です。
1974年8月、小樽釧路間の普通列車423、424列車に、カラマツの愛称が付与されました。これは B 寝台車を連結していたため、この B 寝台座席を座席管理発見のマルスシステムで予約できるようにするために、カラマツの愛称が与えられました。普通列車に愛称名が付くのは珍しく、他には山陰、早玉、長崎があり、いずれも寝台車を連結した夜行鈍行でした。昭和55年、1980年のダイヤ改正で廃止となり、夜行鈍行列車の中では一番早く名称が消滅した列車となりました。加藤さんからは、客車列車ラインナップに山陰に続く夜行鈍行シリーズ第2弾として、北海道で運行されていたカラマツが給料セットで製品化されます。また同時再生産予定の5140マニ50と車両を任意に差し替えることによって、末期に見られた編成を再現することも可能です。昭和53年、1978年頃の釧路客貨車区所属スハネ16マニ60は札幌運転所、マニ36は隅田川客貨車区所属車を製品化。マニ36型、これはオハ35改造車を新規製作。スユニ61508号車は製造年次により従来品と異なる一部小窓のない形態を新規製作。オハフ33は屋根上のベンチレーターを別パーツで表現。台車は歯車式車軸発電機付きの TR23 を新規作成。車体色はマニ36、マニ60、スユニ61はブドウ色2号、その他は青15号で表現。屋根色は車両によって色調を作り分け。スハフ44、マニ36の機関車連結側は台車マウントのアーノルドカプラ、その他は加藤カプラ JPB を標準装備。スハフ44、マニ36は交換用ナックルカプラとカプラアダプターを付属。スハフ44、マニ36はテールライト点灯消灯スイッチ付き。車番表記、所属定員表記、換算表記印刷済み。オハネフ12、スハネ16は号車サボ、愛称カラマツサボ、行き先サボを印刷で表現。他の車両は実車に合わせて各種サボを再現。こちらのモデルは 10-1880 夜行鈍行カラマツ給料セット、5140マニ50、2025年3月の発売予定です。そしてこのカラマツ牽引用として DD51500 番台、前期体感型がラインナップしております。 DD51 は昭和37年、1962年から製造され、四国を除く全国各地で見られた国鉄を代表するディーゼル機関車です。このうち500番台は10連総括制御が可能な構造で製造されました。第7から11次車501から592号機は単弁の総括ブレーキ制御を行える機能が備え付けられておらず、半重連型として区分されていました。先頭の本向きのブレーキ単弁を操作しても、次の G の機関車のブレーキが制御されない構造となっておりました。中でも昭和40年から41年、1965年から66年に製造された7から9次車は、2枚開きの前面点検扉や傾斜付きストレート形状のステップ、ブレーキ装置のない中間台車、容量4500リットルの燃料タンクが特徴です。北海道の他にも東北、新潟地区や山陰地区でも活躍しました。昭和55年、1980年頃の釧路機関区所属の DD51 8次車を製品化。釧路機関区所属機の特徴として、ボディ塗装はツヤのないイメージを表現。旋回窓やホイッスルカバーなどの漢字向け装備やタブレットキャッチャー、歩行柵を再現。2枚開きの前面点検扉、ブレーキ装置のない中間台車、4500リットル燃料タンクを持つ前期型の特徴を再現。各窓のエッジゴム、ボンネット、つなぎ部のゴムはグレーで表現。ボンネットはラジエーターカバー付きの形態を再現。ヘッドライト点灯、電球色 LED 採用、アーノルドカプラ標準装備、交換用ナックルカプラを付属。
選択式ナンバープレートは527、528、529、530号機、製造名板は三菱を印刷済み。他にホビーセンターカット扱いの 28-260-1 DD51 動力台車タイヤなしを用いることで、従来運転時によりスムーズな運転をお楽しみいただけます。また 28-267DD51 充電用ライトユニット2枚セットを使用すると、充電運転時に2両目の機関車のヘッドライトが消灯された状態を再現可能です。こちらのモデルは 7008P DD51 500番台前期体感型、2025年3月の発売予定です。続いてはドイツ鉄道の高速列車 ICE4 です。それまでの ICE1、ICE2 の置き換えを目的に、2015年1月に量産先行車が落成し、2017年より運用が開始されました。動力分散方式を採用した12両編成で、最高速度は250キロ。新しい長距離輸送の主力というコンセプトを掲げ、地方と都市をより高頻度に結び、輸送力を引き上げる目的から運用の柔軟性、移住性の向上に重点を置いて開発されました。模型は基本4両セット、増結 A3 両セット、増結 B5 両セットでラインナップしており、12両編成を組成できます。またスターターセットも用意されております。ICE4 の特徴である精悍な流線型の先頭車形状をリアルに再現、白い車体にブラックアウトされた側面窓、赤いラインで締められた高速鉄道用車両に相応の外観を的確に再現、車体の各所に配されたサイン、車番などの表記類は的確に再現、付随車の台車は車輪が露出したブレーキディスク付き車輪を表現、モーター車は基本セット、増結セットそれぞれに1両ずつ組み込み、モーター車の協調性を考慮し、増結セットのモーター車はトラクションタイヤなしとなります。フライホイール付き動力ユニット採用で安定した走行が可能、車体の長さに合わせた専用の室内灯用照明板組み込み済み、別売りの LED 室内灯クリアを組み合わせることで点灯が可能となります。連結部は全周ホロを再現した連結しやすいカプラーを採用、ヘッド・テールライト点灯、ヘッドライトは電球色 LED を採用、 DCC フレンドリー、スターターセットの内容は記載の通りとなっております。こちらのモデルは 10-2074 ICE4 基本セット4両、 10-2075 同増結セット A3 両、 10-1513A 同増結セット B5 両、そして 10-008 スターターセット ICE4、2025年7月の発売予定です。次は ICE4 ドイツ連邦共和国編成です。 ICE4 ドイツ連邦共和国編成は2021年に ICE の運行開始30周年を記念して運行が開始されました。記念塗装として車体帯がドイツの国旗の色、上から黒、赤、金となっているのが特徴です。ブンデスレブブリークドイツランド、ドイツ連邦共和国の愛称が付けられ、先頭車側面にその名があしらわれております。 XXL と呼ばれる13両編成で、12両編成に対して2等車が1両多くなっております。ドイツの国旗の色をあしらった車体帯、先頭車側面の編成名、ブンデスレブプリークドイツランドを再現、表記類、ドア縁、ドアスイッチなどを印刷で表現、従来製品と比べ4号車に3号車と同様の2等車を連結した実車同様の13両編成を再現、付随車の台車は車輪が露出したブレーキディスク付きの車輪を表現、実車の外観イメージにのっとり黒留め車輪を採用、モーター車は基本セット、増結セットそれぞれに1両ずつ組み込み、モーター車の強調を考慮し、増結セットのモーター車はトラクションタイヤなし、スロットレスモーターの採用でスムーズかつ静粛な走行性を実現、車体の長さに合わせた専用の室内灯用照明板組み込み済み、別売りの LED 室内灯クリアを組み合わせることで点灯が可能、中間連結部は全車ホロを再現した連結しやすいカプラーを採用、
ヘッドテールライト点灯、ヘッドライトは電球色 LED を採用、 DCC フレンドリー対応となっております。こちらのモデルは 10-2024ICE4 ドイツ連邦共和国編成7両基本セット、 10-2025 同6両増結セット、2025年6月の発売予定です。次にホビーセンター加藤さんから E531系赤電タイプがラインナップしております。10-965、10両基本編成セット、 10-954S、 5両付属編成セット、2025年3月の発売予定。そして 28-228 安全確認カメラパーツ24個入り、こちらは好評発売中。 28-289 車体感ジャンパー感8個入り、2024年11月の発売予定です。以上となります。皆様いかがでしたでしょうかね。お望みのモデルございましたでしょうか。273系ヤクモ来ましたね。381系ヤクモ号を買い続けている秀久としては、うららとともにぜひ揃えたい模型です。また夜行鈍行シリーズカラマツも気になるところでございます。皆様チャンネル登録と高評価お願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。